アメリカ合衆国フォートコリンズでの聖パトリックの祝日のパレードのアイリッシュダンサーたちアイリッシュダンスとはアイルランドのダンスのこと。いろいろな種類がある。アイリッシュダンスはソシアルダンスとステップダンスに分類できる。さらに分けると、ステップダンスにはシャンノースからオールドスタイルステップダンスと進化し、今では競技用のステップダンスの3種類のタイプがある。 一般的に知られるようになったのは、本来のアイリッシュダンスではなく、競技用のステップダンスをベースに作られた、パフォーマンス用のダンスで1994年ユーロビジョンコンテストで披露された、パフォーマンス、リバーダンスが注目を浴び、その後本格的なショーとして、世界を席巻。今では、アイリッシュダンスの代名詞となったが、本来のアイリッシュダンスでは、 小ダンスのように横一列に並んで、ステップを踏み鳴らすことはしない。ソシアルダンスはさらに、ケイリーダンスとセットダンスに分類することができる。どちらもカップルのセットで踊られ、通常、人数は4人から16人である。アイリッシュソシアルダンスは現在まで続く伝統で、場所によって修正が加えられたり、新しい振り付けが施されたり、様々なバリエーションがある。 競技ダンスは、ライトダンス、ヘビダンスの2種類があり、シューズがそれぞれ異なる。ライトダンスでは、薄い牛革に編み上げの紐のついたパンプシューズ。ヘビダンスでは、ファイバーチップが、つま先部分につき、バンドと、ヒールがある牛革靴である、ヘビシューズに分かれる。また、ソロで踊るものと、グループで踊るものがある。基本は上半身を動かさず、 足を伸びでステップを踏むが、グループで踊るものは、小ダンスとは逆に音を出さない、ライトダンスのみしかなく、大体二人一組となって4から16人で、上半身も使って踊る。16世紀に、イギリスから、ゲール語を禁止され、踊ることも禁止されて、窓を通して外から見られても踊っていることが、わからないよう、上半身を動かさず、下半身でリズムを刻むダンスが誕生した。 おそらく、アイリッシュダンスの伝統は、アイルランド伝統音楽との密接な関係の中で、発展したものと思われる。誕生は、キリスト教が伝わる前で、後に、大陸のダンス形式、とりわけカドリーユから強い影響を受けた。遅くとも1900年代の初めには、旅回りのダンスマスターが、アイルランド中に教えて回っていた。アイリッシュステップダンスの伝統は、 アイルランドの伝統音楽と一緒に発展したパーカッシブダンスの固有の形式から成長した。この伝統の現在の代表がシャン・ノースである。シャン・ノースの最も根強い伝統はアイルランド西部のコネマラのゲールタハトにあるが、シャン・ノースのダンサーはアイルランド中にいる。シャン・ノースとはアイルランド語で、古いスタイル、古いやり方という意味で、文字通り、 ソロステップダンスの古い形式である。特徴としては、腕と上体の力を抜いた打撃的なステップ、床に近いステップダンス、自己表現性、即興性、ステップと音楽の関係の強調などが挙げられる。ほとんどのシャンノースダンサーは、ミュージシャン一人と踊ることを好む。伴奏は、メロディオンあるいはアコーディオンが人気がある。シャンノースは、アイリッシュステップダンスの原型で、 家えやパブ、ケーリーといった場で踊られる。シャン・ノースの最も大規模な集まりは、アイルランド語を祝って毎年も要される、アラクトゥス・ナ・グエルガで見られ、この時にはシャン・ノースのダンスと歌の競技会も行われる。シャン・ノースと関連はあるものの別系統のオールドスタイル、ステップダンスは、旅回りのダンスマスターによって、18世紀後期から19世紀にかけて発展し、 その系統は現代まで脈々と続いている。ダンスマスターたちは、ソロダンスとソシアルダンスの両方を様式化及び変形した。具体的には、上体腕、足の配置にルールを設けた。さらに、ダンサーたちに二度ステップを踏むことを指導した。オールドスタイル、ステップダンスは、腕は固定するのではなく、両側にだらりとさせて踊る。踊る場所は、 狭い場所であまり動き回らず、足も高く上げないことを、美しさとする。つま先やかかとで立てる、打撃音のアクセントを持つ、勢いのある、ホーンパイプやジグを男性が、足音をあまり立てず滑らかな動きを見せる、スリップジグやリールを女性が踊ることが多かったが、現在では、男女の区別はない。基本的にリズムに合ったステップで踊ることができるが、 ブラックバード、セント・パトリックス・デー、ジョブ・オブ・ジャーニー・ワークなど、セットダンスと呼ばれる、ダンス曲で踊る時の振り付けは、ダンスマスターたちが創作した、ステップそのままに現在でも踏襲されている。これらのダンスもまた、セットダンスと呼ばれるので混同しないように注意が必要である。ケイリーダンスはアイルランドおよび世界中で広く踊られている。 ケイリーダンスという語は19世紀末に外国からもたらされたカドリーをベースにしたセットダンスとそうでないダンスを区別するためにゲール語連盟が発案しダンス自体も30に限って踊り方を整備した踊る人数は4人から16人のカップルが向き合って踊るもの、列を作るもの、あるいは無制限のカップルが輪を作ってリンスもはボンファイアダンスを踊るものもある 前者には早くて複雑な図形を描くものが多く、後者には単純なフォークダンスのようなものが多い。ケイリーダンスを決して、ケイリーと略して使用してはいけない。週末に、どこそこで、ケイリーがあるのような会話がなされた場合、ケイリーという語は、ケイリーダンスを指しておらず、アイルランド音楽とダンスを楽しむ、社交的な集まりのことを指す。現在では、ホテルや、 体育館などで催され、地域差や流行の時期にもよるが、主にセットダンスが踊られることが多い。12月26日の聖スティーブンの日には、アイルランドの様々な場所で、藁の仮面をつけ、カラフルな服を着た、レンボーイズが、伝統的なケイリー音楽のバンドと一緒に、町や村をパレードして、レンデーを祝う。この伝統はイギリス、特にウェールズのあちこちにもある。 カムン・ケイリー・ボルト・エヌで踊られるシュラモア・セット。セットダンスは、フランスのカドリーをベースとした、アイルランドのフォークダンスである。ほとんどは4組のカップルが、スクエアになって踊り、だいたい5から6つのフィガーを順に踊って1つのダンスが、完成される。ステップはそのフィガーで演奏されるリズムによって変化する。セットダンスは、アイルランド各地でそれぞれ生まれ、コロフィン・プレーンセット。 サウスゴールウェイセット、クレアランサーズセットなどと発祥地の地名で呼ばれるものが多い。音楽は、おのののフィガーにリール、ジグ、スライド、ポルカ等のリズムが割り当てられており、リズムさえ同じであればどんな曲を使っても踊ることができる。注意しなければならないのが、セットダンスが意味するダンスに2種類あるということである。一つはこのコで書いている、セットダンス。 もう一つが、ステップダンスの、セットダンスである。ブラックバード、セント・パトリックス・デイ、ジョブ・オブ・ジャーニー・ワーク、ザ・ハント、ザ・ガーデン・オブ・デイジーズといった、ダンス曲で踊られる、セットダンスがあり、かつて、ダンスマスターが創作し各地に広まった、特定の踊りを指す。アイルランドのセットダンスは、アイルランド以外にも、カナダ、アメリカ合衆国、オーストリア、ヨーロッパ諸国。 日本などで踊られている。一般に競技会向きではないが、世界的団体、京多スキョウトリーエーレンは、競技会を模様している。競技会で踊られる、ステップダンスで、ソロと、グループで踊られる。ソロのステップダンスは、白靴によって、大きく二つに分類される。すなわち、ハードシューズのハードシューダンス、または、ヘビダンスヘビー、ダンスと、 ソフトシューズのソフトシューダンス、または、ライトダンスライトダンスである。ライトダンスで基礎を学び、その後、ヘビダンスを学ぶ。ハードシューダンスには、2、4拍子のホーンパイプ、6、8拍子のヘビジグ、トラディショナルセッツがある。リールは普通ソフトシューズだが、ハードシューズでも踊られ、その場合は、トレブルリールと呼ばれる。一方、ソフトシューダンスには、 4、4拍子のリール、9、8拍子スリップジグ、それに6、8拍子のライトジグ、12、8拍子のシングルジグがある。多くの伝統的セットは不規則な音楽のフレーズを持っている。ノーン、トラディショナルセッツというものもある。グループで踊られる、ケイリーダンスは、厳しく様式が定められていて、クワミサインの AR リンシエフォイルンには、 アイリッシュフォークダンスとして30のケーリーダンスがリストアップされている。それらは競技会に出るステップダンサーたちからブックダンスと呼ばれている。ステップダンス競技会の多くは時間的制限からあらかじめ決められた短いフィガーダンスのどれかを踊ることが要求される。ハードシューズはタップダンスのシューズに似ている。違うのはつま先とヒールが金属ではなく ガラス繊維であること、かなり厚く大きいことである。昔は、つま先は木製あるいは革製で、金属の釘を打ち付けてあった。あとに、つま先とヒールは、軽量化等々をより響きやすくするために、樹脂製あるいは、ガラス繊維製に変わった。ジリーズソフトシューズは、パンプシューズポンプシューズ、ジリーズとも呼ばれ、つま先は硬くなく、靴紐のある編み上げの牛革の軽く、 足にぴったりフィットさせるシューズで色は黒である。パンプシューズは女子だけが履くもので男子はリールシューズと呼ばれる硬いヒールのついたジャズシューズに似たヒールの音が聞き取れる黒革の靴を履く。数世代前は競技会用の服は普通の装い機器だった。1980年代には刺繍で飾られた服が流行した。現在では 女子用の服はそれ以上に、レース、スパンコール、絹、広範囲にわたる刺繍、羽模造毛皮で飾り立てられている。アイリッシュダンスのスクールには、チームの服があるが、スクールが定めた基準に達した生徒たちは、そのように、自分だけのデザイン、色の服を着ても良い。現在、女子のほとんどが、競技会で髪をカールさせるか、カツラをかぶるかしている。 これは飛び跳ねた時に動きがよりまして見えポイントがアップされるためである。なお、コスチュームにはスカートの長さや専用の白い靴下など規定がある。一方、男子は昔はスコティッシュ衣装のキルトを着ることが多かったが、コスト面の問題や動きやすさ、またリバーダンスの影響でスクールの定めたシャツ、ベスト、ネクタイとタイの黒いズボンを着用している。 しかし、女子同様、技術が上達すれば、自分で選んだシャツ、ベスト、ネクタイを選んで良い。組織化された、ステップダンス競技会は、フェッシュと呼ばれる。しかし厳密にはこれは、音楽と技術の競技会である。より正しいダンス競技会の呼び方は、フェイラになるが、どちらの語でも、交換可能である。ダンス競技会は、年齢と技術レベルで分かれている。 それぞれのレベルの呼び方は国や地方によって異なる。アイリッシュダンスの組織はいくつかあり、それぞれの規定に従って競技会が行われるものであり、所属している団体以外での競技会への参加はできない。世界にある団体、また競技会はアイルランドをはじめアメリカ、カナダ、オーストラリア、その他ヨーロッパを中心に存在する。 各地で催される、毎年のチャンピオン競技会は、アラクトゥスと呼ばれる。ダンサー派たちは年齢ごとにアラクトゥス・リンスナ、クリナと呼ばれる、ワールドチャンピオンシップに勝ち上がる。そのための条件は、競技会、地域によって異なる。ありがとうございます。